中田選手で、中田選手が一番仲のいい選手は誰ですか？はい、一番仲のいい選手はということですけども、そうやね、まあ平田選手とか、まあ、松井裕介選手とか、誰だろうな、吉田選手とか、まあほとんど同級生はもうほとんどほんま仲いいぐらいやな。お友達ですか？ちょっと親しみやすかった。なるほどね。まあね、あの同級生は仲がいいと。そうです、もう結構仲いいですね、本当。たまに一緒に飲みに行ったりとかもするんで。先輩と仲いいという先輩はいらっしゃいますか？先輩はそうですね、小田さん。荒木さんとかにはすごいよく知ってますね。そうなんですね。できていいですか？はい、ありがとうございます。では続いての質問、はい、はい、まあ、どうしましょうか。たくさん手が上がりますからね。はい、どうしよう。はい、そこの女の子、あの紫色の、はい、では大きい声で質問できるかな。なんて？はい。何キロになりましたかという質問ですけども。選ばんかったよかったな。今は108キロです。おお、それはまああのどうなんですか、前年度に比べてと言いますか。そうですね。でも入った時よりは10キロ痩せましたね。え？はい。入った時より10キロ。入団した時ですね。ということは入った時は118。あ、そうだったんですね。なるほど。ですって今108キロだそうです。よかったかな？はーい。じゃあ食べる量もやっぱすごいですか？食べる。でも最近は食べなくなりましたね。それはいろいろとあの健康に気を使ってバランスを考えての食事をされているということですか？まあそういうことにしておいてください。わかりました。そうです。さあそれではもう一人ぐらいどうでしょうかね。はい、はい、かわいいドアラのうちわを持てる方もいますね。はい、はい、じゃあどうぞ。ドアラさんどうぞ。ドアラのあの歌を持っている方、大きい声で。はい、落合監督はどんな方ですかという質問です。まあ本当テレビで見てるままだと思います。本当にもうあまり喋らずに、なんですかね、無言の圧力っていうんですかね。こんな感じですね。ね、あの、まあ、直接お話しする機会も。あんまりないですね、本当に。はい。でもやっぱり、落合監督といえば、こう私たちも、ね、あの、憧れるというか、尊敬する監督でもありますからね。はい、そうですね。はい。そうですね。はい。さあ、よろしかったでしょうか？はい、ありがとうございます。いろいろと質問をいただきましたけども、いや、やっぱすごい手が上がりますね。そうですね、ありがとうございます。本当に。